はい、どうもこんにちは。セーラームーンに挟まれてます岩下スティーブンです。これね、魂ネーション2019でなんか配られていたクリアファイルなんだけど、会場でこうやって配ってんの断れずに2枚も受け取ってきちゃいました。セーラームーンはあんまり知らないけど、こういうのが出るんだね。ネンドロイドよりは等身が高めのミニフィギュアで、フィギュアーツミニっていうのがなんか今度出るらしいです。このシリーズいろいろ展示されていたけど、セーラームーンだけじゃなくてエヴァンゲリオンだとか鬼滅の刃、あとドクターストーンの旋空なんかもありました。さあ、そんなわけで今回はこちら、はい、魂ネーション2019開催記念商品 SH フィギュアーズ仮面ライダービルドトライアルフォームかっこラビットドラゴン。じゃあまずは輸送箱、まあ、輸送箱の方はほんとディエンドと変わらずなので、とっとと輸送箱から出しちゃおう。よいしょ、中身をほい。やっぱりこっちにも白っぽいカバーがついてんだね。えらいメタリックなラビットドラゴンで、表の方にはやっぱり魂ネーション2019のロゴで、これを脱がすと、はーい、わーかっこいい。ビルドのトライアルフォーム、あくまでベストマッチの組み合わせではないからラビットドラゴンフォームとは書かれていないんだね。箱の方は濃いめのグレーからゴールドに変わっていくという綺麗なグラデーション。ここのところにもラビットとドラゴンの頭文字が書いてあります。で、箱の裏、いろんなポーズが取れるよっていうのと、パンドラボックスも付属してるんだね。これ、この付属品はブラッドスタークとも組み合わせたいな。後でやろう。ほんじゃ中身見ていきましょう。ラビットラ、ずっと本体たちと説明書。中身パンドラボックスでかくない？パンドラボックスこんなでかかったっけ？ブリスターの角にデカデカとパンドラボックス。うわ、なんかすっごい造形細かい。なんだこれ、わけわかんないぐらい細かいな。主肉にポンポンってやって、そのまんまこれを紙にドーンってやったら、このまんまの模様が浮かんできそう。パンドラボックスの方は6面どこにもなんか特に持たせる用の接続穴みたいなのがない純粋なボックス。しかしまあおでかい、ご立派なサイズ。本体のラビットドラゴンと比べてみた感じ、もう一回りぐらい小さくても良かったんじゃないかなと思うけど、なかなかの大迫力具合です。まあでも付属品としてついてきてくれるだけありがたい。で、あとは特に武器とかもついていなくて、手首パーツラビット側が1、2、3、4、5、5種類なのに対して、ドラゴン側が1、2、2種類だけ。利き手の都合だったり、この辺のビルドっぽいような手の形、こっちを優先したからドラゴン側の手が少ないのかな。というわけで入ってるもの至ってシンプルなんで、こちら本体の方を見ていきましょう。じゃあ行きます。ラビットドラゴン。はい、というわけでこちらがラビットドラゴン。実物もゴールドとシルバーの色合いがすごく綺麗だね。このトライアルフォームラビットドラゴンの方は、本編には一応最終回には出てきたっちゃ出てきたんだけど、確か特にこれ自体のスーツっていうものが存在していなくて、本編に出てきたものは CG だったみたいです。スーツは存在しないけど、フィギュアとしての立体化。全体的なデザインで言ったら、一応ドラゴンは入ってはいるんだけど、あくまで仮面ライダービルドのトライアルフォームだから、副眼とか腕とか一部がドラゴンになってるくらいで、クローズっぽい要素はないですね。対してクローズビルドフォーム、あれはセントとバンジョーが融合したことによってできたフォームだから、なんとなくクローズっぽい要素もビルドっぽい要素も混ざってるんですよね。というわけで、まずはお顔の方から。こうやって光当てるとわかるけど、ゴールドとシルバーのところがメタリックっぽい塗装になってるから、光を当てるといい感じにツヤっと光る。副眼の方は左側がゴールドのウサギ、右側がシルバーのドラゴン。副眼もいつも通りクリアパーツでできていて、裏の方がシルバーでの塗装、裏からシルバー塗装が施されてるんで、こうやって光を当てるとちょっと光る。ビルドはやっぱりこの副眼いいね。ぐるっと回って後頭部はいつも通り。じゃあ可動の方、ほとんどビルドのラビットタンクと変わらないんだろうけど、上向くのがグッド。ビルドはやっぱり襟が高いからね、真上ってほどでもない、斜め上を見れるぐらいで、うつむく可動はグッド。うつむくのは顎の部分がボディアーマーにくっつくぐらい。左右の可動の方も襟の高さからちょっと制限があるね。そしてお次はボディの方、こっちも面積が広い分かなり綺麗。右の方がゴールドラビット、左の方がシルバードラゴン。ゴールドといえばグリスもそうだけど、心なしかこっちのゴールドの方がグリスよりか明るめっぽいかな。ラビット側にはこのウサギの耳みたいな、このシャキーンっていう装飾があるけど、ドラゴン側には特にこのシャキーン部分が何もなし。ラビットタンクだったらタンクっぽい要素あるんだけどね、たすき掛け部分にはないけど、左腕の方はもうひたすらドラゴン。シルバーの肩アーマーだったり、腕のところにドラゴンのトゲっぽいものがついてる。そんな腕の角をまっすぐ上げるとグッと、結構固め。こっち側はラビットのシャキン部分と肩アーマーが干渉するんで、水平までギリいかない。対して逆側はスッと、こっちは干渉物がないんでぴったり水平まで上がります。そしてアーマーでちょっと見えにくいけど、肩と二の腕の間にロールがあって、二の腕の方にはドラゴン特有のファイヤーパターンみたいなのが入っていますね。そして肘の可動はぐんぐん
90度ほぼ90度ぐらい、装飾が少ない逆側はぐんぐんと、こっちもそんなに腕の可動域は変わらない。やっぱりドラゴン側の腕っていうのはかっこいいね。腕の方にもファイヤーパターン的な感じでゴールドは入っているんだけど、見比べてみるとラビット側のゴールドよりもなんかオレンジに近いようなゴールド、その辺の色はちゃんとはっきり分けられています。そしてボディの可動は胸から上とおへそのあたりで、いつも通りボディアーマーのここの下の三角のところがパカパカ動くようになっています。ほんじゃのけぞる可動はグッと、のけぞるのそこそこ、背中部分のボディアーマーがちょっと出っ張ってるからね。ほんでうつむく可動はグッと、こっちもボディアーマーの先端部分が干渉する関係でそこまで動かない。そしてお腹には変身ベルトのビルドドライバー、ベルトの方にはゴールドラビットとシルバードラゴンのフルボトルが装填されています。いつも通りちゃんとここのレバー部分はぐるぐる回せます。そして腰の横にはフルボトルホルダーで、腰の可動の方はももの付け根のところにロールがあって、足を上げるとグッと、通常状態だと水平までいかない、ただここもロールでくるっと回しておけば、はいっとちゃんと水平以上に上げられます。で股割りの方はグッと、股割りはそこそこ、そして下半身の方も綺麗なシルバーとゴールド、ドラゴンの方はちゃんとシルバーの中にファイヤーパターン、こっちも腕と同様に入っています。で左足の方にはラビットなんでスプリング、そんなスプリングのついた膝の可動はぐんぐんと、こちらは90度以上限界まで曲がってくれる。心なしかラビットのスプリングちょっと太くなったかな、違うの、多分単純な塗りの個体差だ。僕のやつスプリングが割とはみ出してんな。スプリングは仕方ないとして、足首の近くにはちゃんと三角があります。で足の方はゴールドの方がちゃんとラビットっぽくなっていて、シルバーは通常通りだけど、あ、なんか靴底が黒くなってる。とりあえず足首の可動は上下で、くるぶしの傾き、いつも通りつま先も動きますよと。ほんで足の裏、あーこっちちゃんと左右で違う。ラビットの方はちゃんとウサギっぽい足になっていて、かかとにはビルドのライダーズクレストで、ドラゴンの方はシルバーじゃなくて靴底が真っ黒になってるね。クローズの方だと特に黒くはなっていないんだけど、こっちの方はなぜか黒い。まあでも足の裏の模様自体は一緒か、シルバーとのメリハリみたいなのをつけたかったのかな。はい、というわけで仮面ライダービルドトライアルフォームラビットドラゴンの稼働こんなところなんで、いろいろポーズをつけて遊んでいきましょう。まずは勝利の法則は決まったのポーズ。多分この大きく開いたパーはそれ用なんだろうな。あとはこれも定番の決めポーズ。せっかくなんで通常のラビットタンク同じポーズで。やっぱり形半分は一緒なんだけど色が違うからね。通常フォームもかっこいいけど、こっちにはまた特別感がある。お次はちょっとバンジョーっぽい握り拳をパーンのポーズ。本編でこの姿に変身した時すごくぎこちない CG でこの動きやってましたね。でベルトのレバーをぐるぐる回して京都跳躍、そしてライダーキックのポーズでボルテイク、あとはもしかしたらフルボトリ用だったのかもしんないけど、何かしらの持ち手もついていたんで、こんな風にドリルクラッシャーを持たせることもできるし、持ち手は左右両方ともついているんで、もう片方にビートクローザーを持たせることもできます。お次はパンドラボックスと並べてみました。やっぱりちょっとでかい気がするな。あー持たせてみたけどやっぱりなかなかのサイズ感、色も相まってかなり重そう。椅子としてだったら座らせた時のサイズ感ぴったりなんだけどね。あとは今回すごくフラットで安定感のあるパーの手がついてるんでね、手のひらにパンドラボックスを乗っけることもできます。あとすごくこの状態にするの時間かかったけど、バランスどうにか頑張れば角の部分だけ手のひらに置いてっていう持たせ方もできます。この持たせ方めっちゃ大変だった。はい、そしてビルドのラビットタンクとクローズと並べてみました。並べるとよりかっこいいね。ビルドの最強フォームジーニアスの方は魂ネーションでとりあえず参考展示という形で第一歩を踏み出したわけですけど、ぜひ次の段階というかクローズビルドフォームなんかも出てきてほしいね。あれも超かっこいいから。あとは付属品をちょっと拝借して、ラビットタンクの両手にこれ、ゴールドラビットとシルバードラゴンのフルボトルを握らせてカチャカチャ振る。最終回のワンシーンを再現したり、ブラッドスタークにパンドラボックスを踏んづけさせたりしてもいいですね。今度はもうちょっとだけサイズ小さくして、なおかつあのカラフルな状態のパンドラボックス、あれも何かしらの付属品としてついてきてくれると嬉しいですね。頭にも乗っけられるのか、これすごいな。というわけで今回はこちらの魂ネーション2019開催記念商品 SH フィギュアーズ仮面ライダービルドトライアルフォームラビットドラゴン紹介してきましたが、いかがだったでしょうか。物自体は非常にシンプルな出来なんですけど、本編の最終回にフル CG で出てきたものの立体化ということでね、このゴールドとシルバーの色合いがすごくかっこいいです。あとちょっと大きめではあるけど、付属品としてパンドラボックスなんかもついてきてね、物語のキーアイテムなだけにいろんなフィギュアと組み合わせて遊べそうです。まあイベントの方でやっぱり参考展示されていたジーニアスフォームの方にばっか注目は行ってたけど、そのうち届くグリ
ースのパーフェクトキングダムの方もなかなかかっこよかったんで、あれも届くのが楽しみです。本編が終わってもこういう風にフィギュアでいろいろ展開されるからね、今後もいろいろ出てきてほしいもんです。とりあえずまだ見ていない V シネのグリスを早く見なきゃ。というわけでここまでご視聴ありがとうございました。それではまた。